はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつざりょうでございます。生ハゲの息子様、田中大吉かっこ柴様、アーシュシュ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮です。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。アダルトチルドレンの定義を勘違いしておりました。発達障害ではなくてですね、アダルトチルドレンは毒親の犠牲者のことだそうであります。間違って、おりました。昨日元日ということでですね、レトルトのお汁粉と海苔巻いて醤油つけて何年かぶりに餅食べました。今レトルトでですね、パウチになってて焼いた餅を入れればいいっていうお汁粉を、できてまして、なかなかすごい甘かったけどうまかったです。砂糖の切り餅を利用いたしました。これうまいし手軽ですね。あと柔らかい、乾燥した餅なんてよく焼かないと硬いもんなんですけれども、どういう製法がなされていくかわかるんですけど、カラッカラに乾いてるように見えて焼くとみずみずしい砂糖の切り餅、これは技術の進歩だな、感心しました。お雑煮や汁粉など煮てあってトロトロになってる餅が特に危険だそうであります。何が危険って、喉に詰まる危険。私も昨日ですね、久しぶりの餅なんで緊張しました。そろそろそういう年齢になるので、ちょっとずつよく噛んでね、食べました。皆様もご注意ください。酔っ払って腐り流すとなお危険であります。ご注意ください。皆様、初詣はお済みでしょうか。私は抗がん剤治療中で外出できないんで、免疫落ちてますんでね、行ってないんですけれども、靖国神社すごい人出だそうであります。テレビじゃ絶対報道しないですけどね、今年も靖国神社すごい人出だって、絶対報道しないですけど、テレビでは、すごい人出だそうであります。NHK 紅白歌合戦視聴率発表、関東 31.5%、 関西 31.1% で、1962年開始以降最低だった。そうであります。ネットの反応です。そんなに見てんの？ 3割見てるって驚きますよね。まだまだ高いな。これは打ち切りあるで、もう何年も見てないわ。吉本のノリでキモかった。地上波見る時代じゃないって、だけ。知らない歌手の知らない曲ばっか。なんかもう特別な番組でもなくなってきたな。なんで SDGs とかオリンピックとかを無理やり絡めるのか。これは見てた人の感想でしょ。そうね。そっか、 SDGs だとかオリンピックとか無理やり言ってたのか。若者は何をどうしたって見ないんだから、内容を高齢者向けに特化しろ、という意見もありました。なんか演歌枠が激減したらしいですけど、それじゃダメじゃんね。若い人は何があっても見ないんだからテレビなんか。高齢者に特化しないとさ、全部演歌でいいんじゃないの。私の大晦日はですね、ネットでアニメ見ながら年越ししておりました。で、あんまり余計な脳みそ使いたくなんで、前に見て面白かったアニメをもう一回見るみたいなね。夕食後ですね、ちょっとうつらうつらしてしまいまして、危うく大晦日なのに夜の8時に寝てしまうところでした。おみそだからって夜更かししないってっていう夜更かししないといけないって決まりもないんですけどね。視聴率はテレビがある世帯が分母なので、実際はもっと低いはずなんですよね。私も含めてですね、テレビがない世帯の数も増加中でしょ。特に若いね、大学生とか一人暮らしの方とか、テレビない世帯たくさんあるんじゃない。それでも未だに 30% 以上、あることに驚愕いたしました。結構皆さん見てんですね、3割もね。昭和40年代は 70% あったそうです。それも異常ですけどね。昭和40年代はネットの映画だったからね。ネットによってですね、映像の値崩れ、爪でなんぼでも映像見れるわ、
アマプラ、ネットフリ、Dアニメなんかも月500円とか1000円で、なんぼでも見れるわ。見切れねえわむしろ、っていうことで映像が値崩れしている。テレビでなくてもなんぼでも映像が手に入るということで、価値が低くなった。でテレビ自体がオワコンということですね。楽曲の値崩れっていうのもありますね。これ作曲ソフトで、なんぼでも素人さんが曲を発表できるネットに、環境が整った。でプロ歌手プロ作曲家がピンチになってますよね。つまり歌謡業界がもうオワコンだ。この2つによりですね、今後も視聴率は下がり続けるでしょうね。今見てる毎年惰性で見てらっしゃる方も、減ってくるだろうしね。計算機の登場でソロ版が滅びたように、紅白もテレビも滅びるのは避けられないだろうな、思っております。ドーラぐらいだよね、ソロ版を愛用してんの。ラピュタのドーラ、ごっついソロ版、人を殴り殺せるんじゃないかぐらいのごっついソロ版使ってましたけれども、まあまあ計算機できちゃった。今はパソコンで入力したら勝手に全部足してくれるとか全部引いてくれるとかやってくれますもんね。ソロ版使ってる人はいねえよな。時事通信、改憲勢力に勢い、緊急事態条項で進展を目指すと。自民党は来年1月国会で緊急事態条項を軸に改憲議論進展を目指すと。改憲ありきに反対する立民が対応に苦慮しそう。何書いてあるかちょっとあれなんですけど、改憲ありきに反対立民、改憲するかしないかをまず話し合おうみたいなことでしょうかね。まあ反対してるんですけどね。泉健太代表、改憲は国民からの要請とは言い難い、国民投票 CM 規制を先に議論すべきと主張。立民幹部、通常国会で国民投票の改正と改憲項目の論点整理にとどめたいと苦しい胸の内を明かした。何苦しがってんだかさっぱりわかんないですけど、ネットの反応です。改憲ありきって自分らはまず反対ありきじゃん。支持率 5% が偉そうに。最終的に国民投票で決めるのに発議自体に反対とかおかしいだろ。憲法を守って国民守らず、立憲共産党です。立憲と共産は心中しろ。状況に合わせて改正できないこと自体が最大最悪の欠陥。9条に手をつけるなら連立解消と自民を落とした公明が維新の躍進で焦っている。まあ存在価値薄れて、じゃあいいや維新さんと組むからって言われちゃうと困る。公明焦ってる。96条の改憲条項も憲法の一部だ。改憲妨害は憲法違反だぞ。立憲の何でも反対、とりあえず反対で議論拒否。この姿勢が支持率だだ下がりの原因と。まあ気づかずそのままで言ってもらいたいですけどね、立憲には。記事タイトル、改憲勢力に勢い、立民苦慮とか書いてあるんですけど、これだけでですね、ああ立憲は改憲の内容に関わらず一語一句変えないことを目指してるんだなーって読めますよね。改憲議論も嫌だっつうの。それで苦慮してるっちゅうならね。立民幹部、論点整理にとどめたいと苦しい胸の内を明かしたって。なんで苦しんでんだか書いてないんですけど、改憲議論が進むと苦しいは時事通信の常識なのかなー。時事通信の読者にはこれでピンとくるのかな。何一語一句変えてはいけないみたいな読者ばっかでか。きっとね、時事通信は自分らが変更報道してるって自覚もないんでしょうね。苦しい胸の内とか言っちゃって、なんで苦しいんだか説明がない。彼らにとってそれが当たり前のこと。泉健太代表、改憲は国民からの要請とは言い難い。これ出た主語違いっていうことで、まあ日本国民とは言ってないですよね。人民から出ていないが正解ですか。あるいはね、民国民、とかね。現行憲法はですね、
我が帝国発展の最大の障害であるで私確信しております。9条はですね、日本人は抵抗せず黙って死んどけって内容でですね、結果的に世界中から嫌がらせを呼び込んでますよね。尖閣諸島に人民軍の船毎日のように来るわ、北方領土は返さねえわ、竹島は不法に占拠されたままだわ、捕鯨では文句つけてくる連中いっぱいいるわでね、嫌がらせされまくりですよ。殴り返せねえと思ってさ、帝国が外交も妨害してますよね。本来だったらアメとムチが必須なんですよ。で、持ってる手段がアメだけ、ムチが使えない九条のせいって片手外交ですね。なんで外務省が率先して強硬にですね九条破棄を言わないのか謎ですよね。これ中国の2300年ぐらい前の漢詩氏に書いてあります。アメとムチは必要ですよってね、とある王様に大臣が、王様はアメを担当してください、私が嫌われ者のムチをやりましょう、そうですね、王様がそっか分かったっつって、褒美をあげる係を王様がやって、罰を下す係を大臣がやっていたと。で、その結果ですね、人民は大臣ばかりを恐れ、王様を軽く見て、とうとう乗っ取られちゃった。王国は乗っ取られましたとさ、めでたしめでたしということで、まあまあ、アメとムチが必要だっていう話を2300年も前に書いてる人がおります。外交にアメとムチは必要ですよ。権力にも必要ですけどね。でね、なんか金ばらまくとか、そんなアメしか手段がね、これうるせえこと言ったら殴りつけるぞいう無知が使えねえっていうのは非常にね、障害になってって思いますよ。だからね、外務省はね、外交なんかしてねえよ、社交してんだろお前らって言われちゃうんですよね。まあ九条のせいで武器の輸出もできませんよね。武器の開発も、それにつながる研究も学術会議なんていう帝国のガンスパイ組織が妨害せいせいとしてやがるしね。憲法ね、何がですね、もう全文から私気に入らないですよ。もう最初の最初から気に入らねえの。何がね、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意だっつーのね、だっつーのね、公正と真偽どころかですね、我が帝国の周辺にはですね、世界の嫌われ四天王が勢ぞろいしてる、大集合してんじゃん。中韓北ロ嫌われ四天王、中韓北ロ嫌われ四天王ね。その中の一つ、まあ、嫌われ四天王の一つ、韓国外相記者会見、慰安婦問題で日本がもう少し真摯な姿勢になる必要がある。多くの被害者が求めているのは真摯な謝罪であり金ではないと発言しておりました。嘘ばっかり、ネットの反応です。そういうのもういいから、河野団もそう言って騙したんだろ、金くれ金くれって言ってんのはお前ら、むしろお前らが合意違反に対する謝罪と賠償しろ、なんでこいつら約束破ってんのに偉そうなの、なんか言う前にまず合意を守れ、強制した証拠何一つ出せないくせに、当たり屋と言うこと一緒やな。まあ好きなだけ吠えてる、日本は真摯に条約と合意守ってるぞ、いう意見がありました。まあ金じゃない、誠意を見せろみたいなことをほざいてますけど、まあ当たり屋と一緒ですね、ヤグザと一緒ですよね。金額言うと捕まっちゃうから言わねえんだって、で相手に言わせんだって。慰安婦問題で日本がもう少し真摯な姿勢になる必要がある。この必要って自分らにとって必要ってだけで、日本は全く必要じゃないですね。1965年の日韓基本条約とですね、2015年の日韓合意で念押しで不可逆的かつ永久に解決済み、そんな必要どこにもないです。誠意ある真摯な態度なんて
全然必要ないですね。むしろ多くの日本人はですね、韓国に対して関心も興味もないし、一部は断交望んでんだからなおさらそんな必要ないですね。一部とは私も含めね。さらにですね、約束守れって日本政府言ってんですけど、財団解散しちゃったんで、慰安婦、自称慰安婦の生き残りのケアする財団、それの資金につって日本政府10億円出したんですけど、その財団解散しちゃったんで、まあ、永久に守れません。守れません。全く守れません。将棋で言ったら罪ですけど、まあしつこいったらありゃしないですよね、こいつらの発言ね。まあイラっときますけど、これは自国民向けの言い訳発言なんで無視していいですね。シーカズオも枝野も泉も瑞穂も近平も発言はみんな自分たちの信者向け、外部に向かってのものではないということに着目してください。例えばですけどね、シーカズを強く優しい経済なんつってですね、具体的にはどうするんですかって聞かれてですね、ジェンダー平等つったらしいんですけど、関係これ信者向け共産党員に向けてのもんで、全然ね外部を納得させようとか自分らの内輪でだけ通用する理屈ほざいてるだけなんですよ。枝野も泉も全くその通り、近平もたまにですね、変なこと言いますけど、中共外交部ですか、我が中国は他国を脅したことなど一度もないとか、何言ってんだバカっていうようなことをたまに発表したりしますけど、それね我々に向けてのもんじゃないんですよ。外部に向けてのものじゃないです。あくまで人民向けの発言でですね、まあまあこの共通点はシーカズオも枝野も泉も瑞穂も儒教の影響なのかなって思いますね。少なくともロシアはそんなこと言いませんから、儒教の影響じゃねえか。シーカズオも枝野もこれは知らず知らずに儒教の教徒、教徒っていうか信者になってませんか。まあまああいつら何言ってもですね、外向けのもんじゃない、内輪受け狙ったもんである。ここを分かんないとですね、意味を取り違えたり無用にイライラするんでご注意ください。まあ共産党員向けの発言だなこれは。出ないと全く意味が分かんねえもんなとかですね、人民向けの言葉だなこれな、何言ってんだかさっぱり分かんないんで、米軍マニュアル気にするな、大したことは言ってない、その通りなんですよ。2020年はですね、韓国は日本の商品を1日63億円買ってました。年明けたんで2021年、去年の貿易統計が早く見たいですね。これね、63億円韓国が買ってるってことは、日本の会社あるいは個人が63億円売ってたってことなんですよ、1日に。これがあるとですね、それで生活してる日本人も多いことだろうから、なかなか断交できない。なかなかね、韓国政府を殴りつけたり脅したりできない。これ減ってくんないと。これ減ってくれた方が断交が進捗しますよね。ですんでね、2021年、貿易統計、まあ、3月ぐらいに発表されるんですけど、まあ、早く見たいな、断交推進派の靴沢としてはそう思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。